はい、どうもカズヤンでございます。本日なんですけども、こちらのジャンプ33号なんですが、ワンピースの20周年ってことでね、なんか他の作品のね、麦わら帽子ってのが映ってるらしいんでね、それをね徐々に紹介していこうと思います。まずはヒーローアカデミアなんですけども、ヒーローアカデミアはヒーローアカデミアはこちらですね。ここのこの子がね、かぶってましたね。まあ、こういうパターンが一番多かったと思います。次は、まあ、皆さんご存知のこちらの約束のネバーランドなんですけど、ネバーランドはまあ、見てわかる通り、みんなかぶってますね。ママもかぶってるし。まあ、ここですね。これはまあ、一番わかりやすかったと思います。で、次が、直撃のソーマになるんですけども、ソーマは一応ね、ここっすね。ボールと一緒にか、積まれてますね。これは、ちょっとね、一番分かりにくかったですね。かぶってるもんだと思いますし、まあ、こういう置かれてるパターン他もあったけど、これがね一番露骨に難しかったと思います。で、次はこちらのねドクターストーンなんですけども、ドクターストーンはね案外ちょっと分かりやすかったですね。ここ今ロボットこれついてるんですけど、かぶってるんですけどね、これはまあまあね分かりやすいんじゃないかなとは思いましたけどね。続いてはこちら銀玉なんですけども、まあちょっとねキャラ多いからどうなもんかなと思ったんですけど、銀玉ねここにいますね。カツラとエリザベスと一緒にここに映ってるんですよね。これもう露骨にルフィっぽいやついたからめっちゃ驚いたんですけど、やっぱり一番ちょっとね、麦わら帽子関係では驚きましたね。次はこちらロボレザービームですね。でロボもまあちょっと露骨にちょっと難しかったんですけど、ロボはねここにありましたね。この子が被ってますね、モブキャラの子が。いやこれはちょっとね見切り絵かぶってるからな、これはねちょっとねこれも少し難しかったと思います。で続いてこちらのね鬼滅の刃でございます。まあ、鬼滅もまあまあちょっとかそんなに難しくなかったんですけど、ここですね、カナオとこの子2人並んでるんですけど、まあ、これはもうね分かりますね、ここはね。さすがにこれはちょっとね、誰でも分かるんじゃないかなと思いますけどね。こちらのクロスアカウントなんですけど、まあ、これはねもう見ての通りです。こちらのここにもね映ってますし、まあこんなもんですね。まあこんな露骨に、まあ、ネバーランドぐらいですね、これとね。で続いてサイキなんですけど、サイキね全然ねえなーと思ってたら最後に持ってくるっていうね、ここに粘土の回で最後ここにありましたね。まあこれはもうワンピース20周年おめでとうも書いてあるし、まあこんなもんか、これはまあ絶対かけてくるなとは思いましたけどね。で続いてはハイキューなんですけど、ハイキューは多分モブキャラ被るんじゃねえかなと思ってたんですけど、ちょっとねこちらのひなたが被ってたっていうね一番不自然ですね、見た中で全部の中ではね。ここはこういう風にやってくるかと思ってね。で次はこちらのねゆらぎ荘のゆうなさんなんですけども、こちらの妄想シーンで被らせるっていうね。まあまあ別に不自然ではないけどな、妄想がおかしいだけやけどねこれはね。続いてはこちらのね集団なんですけども、集団はねちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいけど、この、サッカー付きおじさんがね被ってますね。この人がね全部かぶずっとかぶってますね。ここでもかぶってるしね、これはね。でこれはねちょっとね僕たちは勉強ができない、これも結構難易度高かったんですけど、ね、まさかのここっていうね、これも探させる気ねえだろって話やったんですけども、これ間違いなくルフィの麦わら帽子ですよね。いやーこれすげえ難しかったっすね、これもね。こちらがね日の丸相撲なんです。まあ日の丸はちょっと分かりやすかったですね、ここにありますね。モブキャラに乗せてくるか、まあこれが一番鉄板やったかなと思いますけどね、モブキャラにやらせるってね。でこちら青春兵器ナンバーワンなんですけども、これ露骨ですね、もうこうなったりとか、こうかぶってたりとか、あこれ違うか、マボマボの実とかね。もうこんな風になってますね。まあこれはもう全部にあります、ほぼ全部にありますね。こちらハンターハンターなんですけども、ハンターハンターはもうちょっとね難易度高かったんですけど、倒れてる人のここにこれありますね。まあこれはちょっとね難しかったし、あとおまけでなんかここにね貞治のぬいぐるみがあるっていうね、これもね、まあ、銀玉の実写化にかけてやったんじゃないかなとは思いますね。最後腹ペコの周りちょっとおかしなことになってるんですけど、こちらですね、まあ、おかしなことに、まあ、服を着せるってことで、まあ、いやもしかしたらってあったんですけど、ここにいましたね。なんだこれはと思ったけどね。で最後が磯部ですね。まあ磯部もちょっとね意外に難しかったけど、まあ、ここですね、このちっちゃい子が、被ってるってことで、
まあこれでね一応全部紹介しました。はい、まあちょっとね、パソコンの壊れたんでこういった感じで撮ったんですけども、まあ復活したらいつも通り撮ろうとは思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。バイバイ。